皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。あやのラジオ始まりました。イエーイ。あのですね、今日気がついた方もいらっしゃると思いますけども、ちょっとカメラの向きいつもと違うぞと。実はYouTube ラジオ見ていただいている方から、いつものカメラの位置だと顔が見えないぞっていう声をいただいたので、一応ラジオという形ではありますけれども、 YouTube の良さもちょっと活かしたいなと思いまして、カメラの位置を少し変えてみました。どうでしょう、どの位置から撮ってもらうのが自分が可愛く映るのかなって今思ってるんですけど、今日はね、斜めで撮ってもらおうと思ってこの位置にしました。またどこから見たいっていう声があれば教えてください。はい、まず最初にフリートーク、イエーイ、一人で盛り上がっております。はい、そうですね、最近の活動などを言ってくださいってことでスタッフの方から言われておりました。最近インスタグラムの方でもお仕事とか少し入り始めて忙しくなってまいりました。コロナもね、ちょっと前の収録の時よりは落ち着いてきたかな。うん、徐々にね、外に出てきたいなって思ってます。そして実は私、ビューティージャパンという大会の東海大会で先日ファッション部門でグランプリをいただきました。ありがとうございます。東海大会っていうのがねあって、ビューティージャパンの大会の地方予選になるのかな。一応関東とか九州とかでも大会があって、その中で東海大会でグランプリをいただき、8月に行われるビューティージャパン全国大会の一応東海代表のメンバーのうちの一人として出場させていただくことになりました。ビューティージャパンっていうのは前そうか、 Facebook とか Instagram で見てる方はご存知かもしれませんけども、いわゆるミスコンとかミセスコンみたいなコンテストと違って、自分のキャリア、生き方や夢をこう語れる場で、外見だけの美しさじゃなくて内面の美しさもアピールできる大会になってます。こちらの YouTube でも少しずつまた活動をですね、PR していけたらなって思ってますので、よろしくお願いします。なのでビューティージャパンの大会に向けて少しずつSNS でもいろいろやっていきますので、ぜひぜひインスタグラムフォローしていただき、 Facebook の方でも書き込みとかお知らせを見ていただければなって思いますので、よろしくお願いします。さてさて、フリートークこれくらいで大丈夫かな。あ、そうだ、ですね、私のラジオ静岡弁結構出てるぞっていう声もいただきました。結構ね、あんまり自分では意識してないんですけど、だもんでとか言っちゃうんですよ。だもんでとか、そうだっけ、言ったっけっていう語尾にけをつけたりするのって静岡なけなんですかね。なんかね、それね、ちょっと気になるよって言われました。でも等身大でラジオやっていきたいと思いますので、静岡弁が出ても温かい目で見てください。お願いします。はい、ここで視聴者からのお便りを紹介したいと思います。イエイ、なんか今日テンション高いな、イエイ。まずラジオネーム林さん、A さん、ありがとうございます。いつも YouTube 楽しみにしています。あやさんの声は寝る前に聞くと落ち着きます。朗読コーナーも上手で聞きやすいです。わ、嬉しいです。
何か読むときに意識していることやコツがあれば聞きたいです。これからも楽しみにしています。ということで、わーい、嬉しいです。私小さい頃から自分の声を使ったお仕事をしたいなって思ってたので、本当に声を聞いて落ち着くよとか、私の声を聞いて元気になるよって言われるのがすごくすごく嬉しいです。で、そうだ、内容内容、朗読コーナー、朗読なんですけど、実は、幼稚園で朗読のボランティアがあって、そこで何年かボランティアで参加してました。その時に勉強会もあって、教わったのが感情を入れすぎちゃいけないっていうのも教わりました。テレビでもね、前やってたんですけど、演劇になっちゃダメなんですよね、朗読。想像させるっていうのかな、聞き手にこう想像してもらえるような感じで落ち着いて読むのを意識していますですこれでいいかな。はい、ありがとうございます。これからも楽しみにしてください。そしてそして、今日はもう一件お手紙いただいております。ラジオネーム、ピタパンさん、ピタパンさん、ありがとうございます。あやさん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しみにしています。彼女のことで相談です。お、恋バナが来ましたよ。付き合って4ヶ月の彼女がいます。もうすぐ誕生日なのですが、どういったものをあげればいいか全然わかりません。彼女は28歳、小柄です。綺麗よりは可愛い系かなと思います。ちなみに自分は30歳です。よかったらご回答お願いします。おー、なんかいいですね。こういう初々しさがめっちゃ伝わってきますよ。誕生日のプレゼントか。結構ね、友達からもね、プレゼント相談されることあるんですよ。でも私自身があんまり誕生日とかクリスマスってプレゼントをもらったことがなくて、自分の妄想で欲しいなって思うものを、じゃあ今日はおすすめをしたいと思います。私が結構匂い物が好きなのがあって、香水とか、あとヘアスプレーとかフレグランス系がすごい好きなんですよ。でもなんか自分で好きなのをつけてるとちょっと飽きちゃうのもあるので、私はあれですね、彼氏さんの好きな匂いのものが欲しいです。香水とか、あとヘアフレグランスとか、なんか彼氏のお気に入りのものを身につけたいっていうのがすごいあるので、そういうのが嬉しいかなって思います。そこでね、好みがあったら話も盛り上がるし、会う時はその人に合わせたいっていうのが私はすごいあるので、それが嬉しいですね。あと化粧品とかかな、なんだろう、あまりね、物でね、残るものもね、ちょっと重たいかなと思っちゃうので、化粧品も嬉しいな。私の好きなものになっちゃった、綺麗よりか可愛い系、そういうのがいいかなって思います。あとは美味しいものかな普段自分じゃ買わないようなケーキとかと一緒に、そういうプレゼント、ダブルのプレゼントって嬉しくないですか。一個じゃなくて抱き合わせでもらえると嬉しいです。ピタパンさん、ぜひご参考ください。はい、ということで、今日は2件視聴者様のお便りを紹介しました。紹介？相談？こういう感じで私の本当にもう自分の中で答えていくので、ぜひぜひ話聞いてほしいよっていうのでもいいので、メッセージ
ください。あのインスタグラムの DM からでも構いません。よろしくお願いします。そしてキヨ PR を結構あの今インスタグラムの方でもいろんな企業さんから PR 案件をいただいております。どうしようかな、なんか絞ってこなかったんですけど、あ、そうだ、あの静岡エール飯と清水エール飯の紹介を前ラジオでしました。まだねコロナの影響で人出がね街中全然回復してないよっていう話だったので、ぜひぜひあの通常営業も始まってますけど、テイクアウトまだやってるお店も多いので、インスタグラムでハッシュタグで静岡エール飯、清水エール飯と検索していただければお店情報出てきますので、皆さん見てください。そしてそして PR いっぱいだな、私あの酒楽さんという日本酒のお酒の PR もアンバサダーとしてさせていただいております。で、新しく女性向けに新シリーズが出ました。そちらこれからまたインスタグラム等で紹介してきますので、ぜひぜひそちらもチェックしてください。香水の瓶みたいなね、あの女子のお部屋にポンって置いておいても可愛い日本酒のシリーズになります。ファーストラブという名前で、お花の柄が可愛い日本酒の瓶です。そちらチェックしてみてください。ということで、結構いっぱい今日も喋りましたね。こんな感じで相変わらずゆるゆるっとしたあのラジオをお届けしていきたいと思います。ぜひぜひあの寝る前とか朝通勤時に聞いていただきたいなと思います。なのであのお便り相談でもリクエストでも、今度こんなコーナーやってほしいよっていうことでも構いません。ぜひよろしくお願いします。以上、あやのラジオでした。またまた、またまたじゃないな。また明日？明日じゃない。また来週でもないです。また次回お会いしましょう。まとまらない。